キーワードは楽しくしなやかに果てるまで。お互いしなやかに果てるまで一緒にやっていきましょう。おはようございます。おはようございます。すいません、あの勤労感謝の日に、はい、これは仕事じゃありませんけど、はい、ちょっとたまたま東京いたんで、いや、ありがとうございます、はい、本当になかなかね会えないんで、今日は本当にラッキーでした。はい、ありがとうございます。かつ多分あの皆さんは光の加減でこれが全然読めないと思うんですが、それがあの目のいろいろ問題ですよね。いや、そうですね。ちょっと読ませていただいていいですか。はい、どうぞ、はい、2023年11月23日祝200万本達成、資格アシストソフトっていうふうに書いてあるんですね。ありがとうございます、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。あの資格関係のスマホアプリのダウンロード数が世界、まあ、無料でしかもダウンロードね、はい、してあって、ちょっとどんなソフト群なのかっていうのをちょっと皆さんにご説明いただけますか、ね、はい、はい、2010年だから今から23年前に作ったソフトなんですけど、うん、色覚異常っていう、色弱とかっていう、赤と緑が区別つかない人とか、そういう方が世の中に結構たくさんいらっしゃるんですけど、うん、まあ、そういう方々がきちっと色をこう見分けるのに困らない、そういう助けをするアプリっていうのを作ったんですね、色のメガネって、うん、でその後にですね、今度は色覚異常じゃなくて、普通の人が色覚異常の人ってどうやってどういうふうに見えてるんだろうっていうのを、確かめることができるシミュレーターっていうのを作ったんです、うん、ね、でその次の年に、今度私とかもだんだんもう老眼がひどくなってきてるんですけど、老眼の人とかその近視の人とか小さい文字とか見えにくいっていう人向けに、文字を拡大してこうくっきりはっきりさせて読みやすくするっていう、明るく大きくっていうアプリを作って、でその3つを全部無料でリリースしてるんですよ、 iPhone と Android 向けに。でそれがですね、23年経ってもう200万人の人に使っていただいたっていうか、ダウンロードしていただいたっていうのがちょうど今朝200万本達成しました。はい、勤労感謝の日に、はい、そうですね、本当にこれ、まあ、ボランティアですよね。そうですね、収入がないわけだから、ずいぶん長い間こう継続的にこうチューニングされるっていうのは結構ワークロードかかると思うんですよ。そうですね、うん、結構ね、アップルとかそのグーグルって仕様をどんどん変えちゃうんですよ、うん、携帯のスマホので、それに毎年ね合わせてすぐ動かなくなるんで、動かなくなったら直してまた動くようにするっていう作業がすごい大変ですね。そうですね、ちょっともうちょっと具体的に分かりやすく言いますと、例えば交通標識とかね、地図とかパッと見てもその何パーセントの方はよく分別ができないサインがまだ世の中にいっぱいあると か、はい、だからそれが健常者とか普通の人もそういう方も両方見えるようなデザインにするにはどうしたらいいかっていう、そういう問題提起ですよね。そうですね、うん、人工のもの、人が作るものは作る人が気をつければ両方どんな色覚でも見えるっていうのを、まあ、作れるんですけど、ね、だからなるべくそういうのを理解して、5% ぐらいの人が色覚異常しているので、まあ、5% の人が見えないってなるとやっぱり広告でもねその分損しますから、 ね、まあ、そこ気をつけて作っていただくときに、まあ、私のアプリで確認してもらえば、まあ、それと今度はじゃあその個人個人が、うん、いやこれはどう見えるかっていう、正しいっていうか普通の人が見てるのはこんな風に見えるっていうことがスマホを持ってれば見える、分かるっていう。そうですね、それが2番目ですよね。多分当事者は全然見えてないので、ここに何か文字があるとは思ってないわけですよね。でそれ私のアプリをこう通してみるとこう文字が浮き出てくるっていうか、普通の人はここに文字があると分かるんだなみたいな、そのやっぱり自分じゃない相手の人の
見え方が分かるっていうのはお互いにそうなんですよね。当事者もそうだし、あの、うん、視覚異常じゃない人も分かると。基本的に浅田さん一人でやってるんですか？そうです、はい。すごいですね。これはもうね、理論はまあ大学院の時に作ったんですけど、それでアプリも全部一人で作って、うん、でホームページも全部一人で作って、ユーザーサポートも一人でやってます。それやっぱりドクターがあの医療関係とはやっぱり 目関係っていうんですかね、それとやっぱり IT の知識っていうかドクターも持ってるからメディアデザインか。そうですね、ですね。やっぱりその前に僕は私医学部のやっぱ博士になってるんですけど、うん、まあ、医学で目がどういうふうに動くのかっていうのを知ってて、であとそのメディアデザインで、まあ、どういうふうに作ると人が使いやすくできるのかとかね、あとプログラミングは前からやってるので、まあ、その辺全部合わせてこのアプリができたっていう感じですね。まあ、でもいろいろ忙しい時もあるでしょ。そうですね、今もものすごくまた忙しくなっちゃって、忙しい時に大変なんですよ、メンテナンスするの。それであの今日はですね、はい、なぜ今何が忙しいか、今何がまあ夢中っていうかな、はい、力入れてるかっていう話にちょっと延長線なのか延長線じゃないのかちょっと分かんないんだけど。延長線ですね。やっぱり2年前までその熱中症学校江丹別分校っていうところを校長をやらせていただいてて、それで生徒にみんなにこう、お前たち早く起業しろって、早く何か見つけて何か世の中に出てく、うん、何かをやりなさいみたいなのがずっとけしかけてたんですけど、けしかけてたら自分に返ってきてですね、なんか自分も何かやんなきゃダメだなっていうふうに思っちゃったんですね、うん、熱中症学校のおかげで生徒をけしかけてるつもりが自分がけしかけられてて、でそれでコロナもあったんで、その世の中がこう閉塞感がある時に、じゃあ何かやろうと思ってですね、うん、2つ会社作ったんですよ、うんうんうん、でそれ忙しくて結局熱中辞めちゃったんですけど、辞めちゃったんですか？まだ続いてますよ。いや校長は辞めたんですね。生徒としては、生徒っていうか事務局としてはいますけど、それで1個作った会社がビクションっていう会社で、まあ、東京にあるんですけど、ちょっと目の関係ですよね。このねビクション01っていうこのデバイスを作って今発売 したばっかり、今出荷し始めてるんですけど、これは常時つけて、これはね、移動する時とか歩く時はちょっと使えないんですけど、こう座ってる時とかに、例えば老眼の人でもきちっとこう見えるし、で遠くを見たら遠くにピントが合うんですね。で近くを見たら近くにピント合うし、その人の目の状態に合わせて、一番最初に設定さえしとけば、もうどこを見ても瞬時にピントが合うんですよ。例えば私がこっちが 0.7 でこっちが何だろう、ちょっと乱視があるみたいな情報を、あらかじめイニシャリゼーションするって感じ。そうです、メガネ屋さんでメガネ作るときって10メートルぐらいのなんか先の模様を見て、これそれで合わせますよね、あれと同じようなこと一番最初買った時に一回するんですよ。ソフトウェアでやるんですね、はい、でそれを一回やっちゃえば、あとはもうね、その人がどこを見ようと全部自動的にピントが合う。すごいな、うん、で普通のメガネって10メートルぐらい先にピントが合うようにできてて、で10メートル先は綺麗に見えるんですけど、近く見ようとすると見えなくなっちゃうんですね。いわゆるだから僕2つ持ってるんですよね。ああそうですね、老人の典型的な老人、だこれが20個ぐらい入ってる感じ。だからいろんな近く見るよう、中くらい見るよう、遠く見るようみたいなのが全部こう1個でできるっていう。この前ね、高知の熱中の食の熱中で愛の友釣りってやったんですよ、はい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 、でこういうふうに投げて愛が捕まるとそいつをまた餌にするのね、はい、その餌にするときにこういろいろかませたりするので、近眼が必要なんですよ、はいはい、で向こうはね老眼でかけてきますけど、そうするとこれが川の目ではできないわけよ。そうですね、で これは無理だな、僕はこれ無理だなと思ったんですよ。それね結構釣り師の人ね、結構言ってて、手元の細かい作業と遠く何十メートル先見るのとこう交互に来るから、そうそう合わせられないですね。瞬間瞬間はそんなにタイムラグはないんですか？これもう本当に 0.1 秒とかで変わります。それで私なんか考えるのね、どうしてもパソコンとスマホの時間が
多いんですよね。圧倒的にスマホが多いでしょ、はい、でところがパッとこう外を見たりするで、僕すごく肩こり、首が凝るんだけども、うん、そういうのって多分その切り替えがまたこうやってやってうまくいかない、うん、その時間のロスがいけないんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと基本的にね、あの近くのものを見ると目が疲れるんですよ。それなぜかっていうと、うん、あの目ってここに水晶体っていうレンズが入ってて、そのレンズをこう近くのものを見るとき厚くしなきゃいけないですよね、うんうん、で厚くするためにここに毛様体筋っていう 筋肉が小さい筋肉があって、はい、それギュッて押して厚くしてるんですよ、でこのねギュッて押すのが1時間2時間ずっと続くと目が疲れちゃうんです。ああ、そう、同じ状況に目がないから、はい、で遠く見るとここがリラックスするので、時々やっぱり20分に1遍とか、あ、遠く見た方がいい、休んで遠く見た方がいい。そうそう、これはですね、この中にレンズが入ってるってことですよ。そうです、その移動するレンズっていうかな、形が形状が変わるレンズが入ってて、で、あのそのレンズが厚くなったり薄くなったり、O レンズになったり凸レンズになったりするんですよ、ね、すいません、私一回これやらせていただいた時は、どうぞ、やりました、お前、昔でもこんなにかっこいいやつじゃなかったあ、そうですか、模型みたいなやつ、その時見えなかったですかね。ここを回すんです、ここにね、ダイヤルがあるんですけど、親指で、それぐるぐるぐるって回すと、で自分でやって、うん、最初の合わせるのが、こういう細かいのを見ながら、なるほど、それでこうやって見る、うん、ああさすがですね、うん、ああで、もうこれクラウドファンディングやってましたよね、確か、はい、9月末までやってて、そこで4億2500万ったんです、ね、これだいたい1個いくらぐらい、クラウドファンディング7万円ぐらいで売ったんですけど、今もうクラウドファンディングの割引を割って、今10万円ぐらいですね、9万9000円かな、近く、やっぱりパソコンやったりスマホばっかりやってるような人、はい、IT 系の人なんか多いと思うんだけど、はい、そういう人に向きます、そういう人に向いてます、向いてます、はい、結局近くをずっと見てても目が疲れないので、あの遠くを見てる目の状態で近くが見えるので、さっきのその毛様体筋っていうのを使わないので全然目が疲れない、そういうことなんだ、目が疲れにくいですね、疲れないっていうところがあるんですけど、まあそうすると、はい、あの僕らがパッと面白いなと思うのは、もうこれ1個でいいんだっていう、そういう、はい、まあ、眼鏡業界を震撼とさせるようなですよね。そうですね、ただこれやっぱりね、レンズがまだすごく小さいんですね、はあ、それで視野がもうちょっとしか取れないので、本読む時とかパソコンやる時はいいんですけど、はあ、やっぱこう広く見る時は使えないんですね、だから眼鏡の代わりにはならない、はあ、あ、そういうことなんだ、ってことはじゃあやっぱり補助的な、そうですね、さっきの最初の浅田さんのシリーズの流れからすると、はいはい、そうです、うん、それとまあ同じような考えで作ってますね、うんうん、だからやっぱりこれ特定の人やっぱ合わない人もいるので、乱視がひどい人とか、だからちゃんと合う人でその使う場面もなんか細かい作業をするとき、プラモデル作るときとか、うん、なんかそういうときはすごい向いてるんですけど、その毛張りをこうやってるときとか、うん、まあでもこう例えば外出して散歩で歩くときとかはこれやってももうすごく視野が狭くて危ないので、うん、やっぱり外に出るときはちょっと使えないから、メガネの代わりにはまだならないですね。こういう感じで調整してるって感じ。そうですね。なるほど。だから普通目の玉を動かしてこう周り見れますけど、これだと顔を動かさなきゃいけないんで。ああ、そうですね、そうするとまあ一貫して。もちろんこれビジネスとしてもね、まあ、面白いというか、それだけクラウドファンディングが集まったり、まあ、売れたりすると思うんですけども、はい、あるいはまた浅田さん得意の上場したりとかっていうシナリオでね、企業が進んでいくと思うんですけども、うん、っていうかもっと別の発展の仕方っていうんですかね、さっき言った特定のこのターゲット層者でこのグループに対してはこうです、このグループに対してはこういう形ができますって、やっぱりちょっと中身が変わった、はい、ソフトが変わったものが出てくる可能性があるってことですよね。そうですね、やっぱりこれってすごくレンズの技術なんで、基本技術なので、そのレンズをじゃあ何に応用したら便利になるのかっていうのはこれからですね、うんうんうん、
で、あとこのレンズも今小さいから視野が取れないけど、まあ、どんどん大きくしていけばメガネと同じように使えるようになる可能性もありますね。うん、なるほど。あとやっぱりこうネットワークに対応できるような感じしますよね。あ、できるんですよ。もう対応してるんですか。対応してるんですか。はい、情報、まあこれで別にそのスマホを見るわけじゃないけれども、何らかの指示が与えられるっていうか、ね。ね、これやっぱり僕が作ったアプリなんですけど、とつながるかな。あ、そのスマホのアプリと。うん、そう。これ映りますかね。これ今つながったら、あれ繋がんないな。私がなんだしちゃったの。で、どういう情報を与えるんですか、これに。これとね、Bluetooth でこう、今対話できるのね。Bluetooth で通信して、うん、これ何メートル先を今見てるかっていうのがね、ここに出てくるんですよ。で、その何メートル先、その距離に応じて、これがレンズの厚みなんですけど、うん、レンズの厚さがこう変わるっていうのがこう全部リアルタイムで分かって、あと一番最初のその人の目に合わせるっていうのは、ここでキャリブレーション、このスライドでキャリブレーションっていうのをされるんですけど、これとこれは、まあ、アプリでつながって、まあ、いろんなこれの設定をしたり、これの情報を取ったりできるんですね。だから今これただこう表示してるだけですけど、これ例えば24時間ずっとこの情報を集めてて、で、まあ、その人が例えば、あまりにも長い時間近く見てたら、ちょっともう休みなさいとか出すとかね。で、そういうのは将来考えられますね。アプリがあるので。あと、まあもちろん承諾上だけども、そういうデータを集めて、うん、どんなふうに使われてるかっていうのが分かるとか。そうですね、将来そういうこともやろうと思えばできると思います。だからそういう情報系のメガネっていう側面があるっていうのはすごいですね。そうですね、だからもしかしたらこれ近視になりやすい人の行動とかね、なんかそういうのも分かるかもしれない、そういう情報を解析すれば。仕事が増えますね。そうですね、まあ夢は広がるんですけど、まあ一歩一歩なんて。でもまあ、私よりまだ全然若いから。いやいやいや、これからこういういろんな補助器具が必要な方たちがたくさん増えてきますので。そうですね、すごく高齢化社会とともに、はい、問題解決していくっていうと、いろんなテーマは日本にいっぱいあると思うんですよね。そうですね、で、さっきの話に戻りますけど、これも先ほどのアプリも最初から日本とかないじゃないですか、制約が。そうですね、まあ、ユニバーサルですよね、はい、だからやっぱりこれからグローバルに当然これをやっていくっていうことも視野に入ってるわけでしょ。入ってます、うん、ただね、やっぱりメガネのレンズって医療機器なんですよね。あ、医療機器なんですか。フレームが違うんですけど、レンズは医療機器で、まあ、本来ちゃんと処方箋みたいなのがないとダメで、で、まあ、メガネ屋さんがそれができる資格持ってる人がいて、メガネ屋で買えるんですけど、これはね、その人の目に合わせてレンズ作るっていうことはやらなくて、1個のレンズ全部するから、うん、今のところ医療機器じゃなくてもいいよっていう、お墨付きを得てるんですよ。でもなんかそういういろんなことをこれを応用したいろんなことをやろうとすると、うん、まあ、医療機器になってくるので、うん、そうするとこうそういう体制を作ってきちっとこうお金かけてやんなきゃいけないから、まあ、結構大変は大変です。大変ですね。まあ、いろんなそのリーガルの話も出てくるしね。そうですね。で、特に輸出の時は各国で違うので、レギュレーションが。なるほど。はい、安田さん、でも当分校長先生できないですね、これじゃ。そうですねこういう状況じゃ、はい、まあでも今のこのリクションって会社も、まあ、だんだんちゃんと会社としての体を成してきて、人数もどんどん増えてるので、まあ、そろそろ私いなくても大丈夫かもしれないですけどね。あ、そうですか。じゃあまたやりますか。まあ、今日はちょっと熱中の話はできなかったんだけども、まあ、エタンベスはその後白老の方にね、はい、設立されているので、継続して今度なんか授業やっていただけるっていうことで。あ、そうですね、はい、1月に。そうですね、これの話しようかなと思って。で、最後になりますけど、はい、僕でももしこれをどっかでこう
自分がこれ本当に使えるのかどうかなっていうのをこう試してみたいっていう人がまずは買う前にいっぱいいらっしゃると思うんですよね、はい、そういう人にはどんなふうなことを考えてるんですか。今ねあんまりあのその試す場所の全国のこう試す場所のあの箇所が足りなくてちょっとあんまりできないんですけど、でもね今京都とか大阪とか、まあ、東京も1個ずつぐらいはあるんですね、試せるところが。でなんかウェブとかで調べていただいて、ああ、そこ来ていただければ、ね、試せると思います。分かりました。あの本当にすごいね、すごいことになったなっていう感じするんで、うん、あのただ今でもあのすぐ買ってもらうこともできるんですか。できます、ええ、あのビクシオンのウェブページに直販サイトがあるので、あのそこアクセスしていただければ。目的にはどうですか。今買うとですね来年の1月2月ぐらいで大丈夫ですね、分かりました、はい、まあ、これちょっと試してみたいなってね、こう僕みたいなこういう環境の人たちたくさんいらっしゃると思うんですが、あの最後もちろん制限もあるっていうことをご理解の上でですね、たくさんの人にぜひね試してもらいたいと思います、はい、今日はあのもう一回言いましょうか週200万本達成、視覚アシストソフト、そしてビクセオンにつながる浅田さんでございました。じゃあどうもまた。ありがとうございます。